おはようございます。9時半です。おまるくんです。ありがとう。No, good morning. おひよ。おはよおはよ。う。So close. なんかね、YouTube の動画がなんか見せてて上がってなくて、今さっき上げ終わりました。とりあえず、部屋の中、オーナーさんに、なんかサイン付きの、契約書みたいなの送って、部屋のパスワード送ってもらったんで、もういつでも入れます。また朝ごはん食べて出かけます。食べます。トマトと目玉焼きと米じゃねえや、スープと、お、スープ忘れてた。I forget my soup。It's hot. Wait。 スープが揃いました。いただきます。いただきます。あ、とりあえず10時半です。今から向かっていきます。お別れして、あそこに今バスが来てますね。来てるんで、こいつを全部持っていきたいと思います。待って、なんかバスになんかカバーかかってね。あ、違うか、あれ旗とかぶってるだけか。ちょっと荷物がたくさんあるんでね、スノボーだけ置いてきました。はい。まあでもスノボーなしにすると意外とコンパクトっすね。まあまだアイバンチにでかいのが2つあるんですけど、とりあえず、まあ、行きます。はい、とりあえず駅に着いて、駅からね、歩けるんですけど、荷物たくさんあるから歩きたくなくて、なんで今ストリートカーに乗ってます。ストリートカーで家の前まで行くんで楽っすね。今日天気がバリいいんで、荷物置いたらすぐスケボーしに行きたいと思います。あ、でも自転車取り行かないとか、自転車取り行って、あとね、前のホームステイのところにね、確定申告のお金が届いてるんですよね。10万ぐらい。でも1ヶ月前とか2ヶ月前ぐらいだから、ちゃんと残してもらえておいてるかが不安っすね。その10万をゲットしたいっすね、早く。まあとりあえず一旦部屋に行って部屋を移します。さあ、家に着きました。こちらが新しい家です。見てください、このベッドでかすぎでしょ。これクイーンサイズではおかしいぐらいでかい。もう部屋のほぼ全部がベッドっすね。いてて、まあでも一応机もあって、でここにでかいね、収納があります。まあもう他の部屋かと思うぐらいでかいんですけど、ここでこの部屋で寝れますね。普通に誰か友達が泊めてっつったらここに泊めてあげようかな。俺だったらこことかで全然2ヶ月間ぐらい生活できます。収納箱もあるわ、ありがて。はい、こんな感じの部屋です。まあ家賃ね、約900ドルなんで、こんぐらいないと困るっすけど。でシーツとか持ってきてあるけど、ブランケットがないっすね。でここがキッチンですね。ここは玄関で、ベースメント、ここにもう一人の子が住んでて、多分ねこの子の部屋めちゃくちゃ狭い。これしか幅ないので、まあでも家賃が安いっぽいです。ここがまあ一応リビングっていう感じですね。一応キッチンがあって、まあ一応冷蔵庫と、なんていうんだっけこれ、電子レンジと水道があります。でトイレとかはこんな感じですね。まあ、まあ普通に、まあ普通ですね。もうなんか慣れました。もうカナダこのスタイルなんで慣れました、完全に。はい、もう普通に清潔感あると思います。ということでね、とりあえず、ちなみに冷蔵庫は何も入ってません、ね、ウクライナ人の子多分昨日来たばっかだから、確かまだなんか生活感が全くないですね。普通に俺だけが生活してんのかと思っちゃいます。ということで、とりあえず準備してスケボーしに行きます。はい、ということで今ね12時15分ぐらい15分ぐらい経ったんですけど、まあちょっと整理しました。まだノアが今来てる途中なんで、はい、結構ねこれがありがたいわ。これがね結構広いからさ、服俺めっちゃ多いんですけど、あと荷物他にもたくさんあるけど全部ここに入って、これさ閉めればさ、もう何もない部屋になりますね。はい、一応もうシーツもかぶせて、他にもね、アイバンチにシーツとかたくさん置いてあるんですよ。タオルとか布団とかだから取りに行きたいです。これはね、サンシャインからのお土産です。スキーエリア、バウンダリー、ノットパトロール、あれですね、バックカントリーとかで入っちゃいけないよみたいな。これもサンシャインからのあれです。そんな感じで、もうちょっと今ここ散らかってるんですけど、まあ整理します。普通にいい感じですね。めっちゃいい感じだわ。はい、嬉しい、ウキウキだわ。新しい生活が始まるって、まあ何も変わんないんだけどね。
まあ部屋はこんな感じで、前の部屋の倍はないけど、前の部屋の 1.5 倍ぐらいかな。でも完全にあの、ね、もう綺麗、わかりますか、このあの白い壁っていいっすよね。なんか普通になんか壁がさ、これで多分青だったら気持ち悪いんですよ、あの前の家みたいに。あれ何色か忘れたけど、でもね、あの白だからなんかいいっすね。これもなんか白で揃えてあって、で、あの俺が昨日さ、お金払ったり、あの会ったりした人、なんかミシェルっていうベトナム人の人なんですけど、その人のお父さんとお母さんとも今会って、二人ともめっちゃ優しそうで、多分上に住んでるし。はい、ということで、あのね、唯一心配なのがね、なんかこいつが多分落ちてくるんですよ。うん、まあいいよ。はい、ということで、一応ここに窓もあるんですけど、まあ、地下って言ってもなんか半地下みたい感じなんで、そんなに開けないかなって感じですね。そんな感じで、とりあえずちょっともうちょっと整理していきます。はい、やばいっす。あのマジで興ざめること起きた。パスポートなくしたてかね、まあ、あの多分つうかほぼ多分あのほぼ確で多分オマルくんちなんですけど、多分オマルくんちにね忘れてきたっすね。昨日の夜さ、久しぶりに出したんですよ、このなんかここのさ、あのオーナーがさ、なんかあのパスポートの写真送ってって言うから、昨日出して写真撮ったんですよ。でリュックに戻したと思ったんですけど、多分落ちちゃって、多分ソファーの近くに多分落ちてますね。最悪だわ、パスポートなくしたらマジめんどくさいから、ちょっとおまるくんに連絡して探してもらおうと思います。マジ見つかるといいな、クソ最悪。この辺は覚えてる人もいるんじゃないですか。ほら、ポパイとかバーガーキングとかたまに来ましたよね。あともうあとちょっとで家着きます。前に比べてさ、人がマジで多い。スケボーするのは大変だわ。なんかやってます。はい、ということで、とりあえず家行って、あのチャリがさ、まあ、多分あると思うけど、もうあの連絡取ってあるから、なんか錆びついてないとか、タイヤの空気が入ってるかとか心配点は多いです。ここですね。ありました、チャリ。待って、前までさバックヤードに置いてって言ってるのにさ、こっちに置いてあるわ。うわ、めっちゃ錆びてるわ。まあいいか。あ、靴とかもここにあるわ。今日いらねえな、ちょっと後で取り来るって言おう。待って、これなんか鍵してあるから取れねえよ。ちょっと一旦連絡します。あー、久しぶりにチャリに乗ってます。前こうやってチャリに乗ってずっと動画撮ってたっすよね。懐かしいわ。あれももう半年前ぐらいだからな。つかさ、やっぱ半年間も放置しててさ、ワンちゃん雨さらしにされてたかわかんないけどさ、もうあのチェーンがクソ、なんかすぐチェーンがなんかこうやってなんかカタカタって外れちゃうわ。前さ確かこうなっててさ、で確か修理したんだけど、なんかまた再発、修理して直ったんだけどまた再発してますね。まあどうしよう、まあどうするかわかんないけど、まあ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 、とりあえず一旦、はい、一旦あれですね、一旦行きます、一旦あのカレッジパーク行きます。さあ、カレッジパークに来ました。ヒューイがいます。今日はヒューイとノアと あと大輝っていう日本人の子がいるんですけど、その子は来て一緒にストリート回ります。 Say hi. What? A vlog. Oh, what? Oh, fuck. あー、今ね、な違うところに行ってるんですけど、マジで人が混みすぎてやばいっす。 It's too packed.携帯でビデオ撮りながらスケボーを持った手で片手運転してるってね。これね、あの何がいけないかってブレーキができないんですよ。やばいやばいやばい、待って待って待って。さあ到着しました、ハーバーフロント。あんまりねここはあの昼間に来たことなかったから新鮮ですね。今からここでスポットがあるんで滑っていきたいと思います。
ボード水に落とさないようにしないと。はい、とりあえずスポット着きました。ここですね。やろうと思ってるところはこのスポットで、このレールなんですけど、今日誰もワックス持ってなくて、滑んないですね。突っかかっちゃう。ここのレールが、でもね、ミスったらこっち落ちちゃうっていうのがね、あれですね。このスポット初めて来たんですけど、普通にいいですね。めっちゃいいところ。前の夏も来るべきだったね。前の夏、まあ、あんまりなんか、トロント知らなかったから来なかったけど、いいっすね。なんかビーチちゃんがちょっとだけビーチもあって、まあ都会っすね。マジで都会だわ。さあノア先輩が来ます。さあ何をしてくれるんでしょうか。Oh, is that ledge? I can't do it. I gotta go this way. すごいっす。さあこのスポットね、ここジャンプした時にさ、板がこっち行きそうで怖いんですよね。あれは大輝です。日本人だから日本語は分かります。まあ、当たり前か。さあノアが来るんで一発撮ってみましょう。撮れ。おー、2回目のチャレンジです。今めっちゃ危なかったから、あの大輝とヒューイがあそこに立ってます。キャブフリップ失敗しました。にしてもここいいとこだな。いいとこだわ。ここで今日何としてもオーリーからのフロントボード絶対決めよう。あのレール全部流したいけどさすがに無理だな。まあいいや。おお。オーリーって Day in the life with show Day in the life Day in the life? What's your channel?Showtime. Showtime. Showtime. S-H-O-W time. Just shoot. So like, can you stand like around there? Yeah, I will protect. I'm gonna do Ori. This is my English part of the vlog. Where I film show. So people back in Japan, you guys gotta know your English. Holy fuck. Oh. No way. Oh my god. Okay. It hit that. Yeah, it hit this thing. It hit this right. Right? Now, I can stop. And I can stop now and then I try again later. Yeah, okay. No, now. Yeah. Even the worry, like. Yeah. Oh. You guys. Yeah, okay, but.あー今スケボーしてて、今動画撮ってて、さっきめっちゃなんか危なかったんですよ。普通に板が落ちるみたいな、なんか板がマジ落ちる寸前で、マジでほんと100万分の1ぐらいの奇跡で板が水に落ちなかったんですけど、おー、 in here too。 でもその後にまた挑戦したら、この傷とこの傷、ここの傷と、あと手首やりました。もう手首が超痛い。もうスノボーでめっちゃ何回も手首やってたじゃないですか。だからもうボロボロ。もうね、今日多分スケボーできないです。これね結構長引きそう。最悪。はい、ということでとりあえず今まあみんなお腹減ってるんでちょっと飯食い行きます。まあ多分マクドナルドかどっか。今3時4時ぐらいです。はい、あ今マックに来てここでね手を冷やしてます。マジで結構重症かもしれない。わかんない。久しぶりに、なんかサンシャインで手首あんまやんなかったからさ、スノボーで超気をつけてたから、久しぶりにね、油断しましたね、今日ね、今日晴れてて、もう途中、もうめっちゃ調子よくてさ、ちょっと調子乗ったかもしれないですね、
気をつけてたんだけどな、めっちゃストレッチもしたし、もしかしてストレッチしてなかったら骨折したかもって考えるとよかったです。あと、あの普通におまるくんに連絡したらパスワード、あ違う、パスポート見つかりました、よかったわ。普通にちょっと最近気抜けてんのかな、ちょっと一回気引き締めないとですね。前までとか絶対パスポートとかなくさない自信あったけど、なんか気が緩んできてるから、また気を引き締めていきたいと思います。あ、マクドナルドに来ました、ヒューイ君と俺手首死んでもうやる気が出ないっす。見てください、これトリプルチーズバーガーでさ、トリプルなんだけどさ、超小さいっすよめちゃくちゃ小さい、痛い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 、超小さい、わかります。でもジュースが日本より安いっすね、 M サイズでこの大きさで 1.5 ドル、あ違う、これ L サイズか、多分安い。あ、今6時40分ですね。もう手怪我したからさ、マック行った後、あの今みんなパーク向かったんですけど、俺は一緒に来て、まあ、帰ってきました。これさ、普通に家の横のあのグラウンドだけど、友達がさサッカーやる、なんかやってるっぽいからさ、なんか見に来たけど、まあなんかちょっといなかったから、まあ家帰ろうと思ったら、なんかコンサートみたいなやるっぽくてさ、人がめっちゃ集まってるんですよ。多分これトロント大学だと思うんですよね。なんかちょっと聞いて帰ろうかなと思います。新しい家はね、表からはなんかチャリ多分運べないんで、わかんないけど裏から入ってきました。あ別にここから運べるか、ここにチャリ置きます。これ雨ったらしいですね、普通に。待って、今日夜雨降るな、雨ったらしにしたくないな。この辺ちょっと片付けてって言いたいけどね、左手首が痛すぎてね、動かせないね、こんな重いもの。ちょっと試してみます。でも一応こっちに置きたいな。あー、とりあえず今7時半っすね、家帰ってきて。この部屋さ、地下だからあんまりさ、なんか外の光を感じないから、それはそれでなんか逆にいいかもしれないっす。まだ全然明るいけどさ、なんか普通に夜って言われたら夜な気がするからさ、いいっすね。でさ、左手首がさ、マジで結構物持てないぐらい痛いからさ、今は、まあ明日どうなるか分かんないけど、明日アイバンチ行って布団とか荷物持ってこようと思ったけど無理っぽいな、どうしよう、だるい、だるすぎる。で今7時半で、今日9時から面接あるんですけど、シャワー浴びないとだけどさ、あの飯もさ買わないといけないんですよね。今はマック食ったから今はいいんですけど、ちょっとスーパー、多分近くにスーパーあるんで、ちょっと買い物行こうかなと思います。どうしよう、安いスーパーさ、フレッシュコがあるんですけど、あのチャリで2分で、まあ歩いたら10分ぐらいのところあるんですけど、どうしようかな、今7時半だから微妙いんだよな、帰ってすぐ行けばよかった。ちょっとさ、今部屋で20分ぐらいあの休んじゃったから行って、待って、この髪型で面接受けれる、受けれねえな。あでもワックスすればいいか、そしたら9時までに帰ってくればいいんだもんね。そうか、別にシャワー今浴びなくてもいいのか、それ考えてなかったわ。はい、ということで今からちょっとあの歩きで行きたいと思います。あの歩きでスーパー行って、ちょっと食料買って帰ってきたいと思います。ちょっと急いで行きます。あ、普通に結構急がないとっすね。もうちょっとで8時になるから、1時間後に始まるから、パッパと行かないと。しかも待って、雨降ってきてるわ、若干だるいな、だるいわ。往復20分ですからね、歩くのは。はい、まあでもちょっと手が痛いから、あんまりさ、もうチャリとか動かしたくないんですよ。でまあパパッと行って、まあ、とりあえず明日の朝ごはん、まあ別に明日の朝行けばいいんですけどね、まあなんとなく今欲しいって感じです。どうしよう、今日マック食って、まあ夜ご飯食うか分かんないけどさ、なんかなんとなく家に何にも食料がないのが嫌だから、今さ冷蔵庫の中と冷凍庫の中見たらマジ何もなかった。あのなんかちょっとだけあったけど、隣の子料理しないのかなって感じですね。いや待って、雨だ、だるー、傘ないし、ストリートカー乗っちゃおうかな。帰り雨降ってたらストリートカー乗ろうと思います。でもちょっとなんか歩いてこの辺見たいっていうのもあるんですけどね、まあ、別にもう何回も来てるか分かるけど。はい、ということでとりあえず、買い物行って戻ってきます。バイバイ。はい、とりあえずあと13分で、まあ、ベンチャー企業かな、あのなんかね1時間ぐらい面接があるんですよね。なんかグループディスカッションかな、ちょっと髪ボサボサだけど、まあ大丈夫でしょう。適当にちょっと整えて、
受けたいと思います。で、言ったっけ、あのオマルくんちのパスポートありました。マジ良かったわ。パスポートなくしたらマジでだるいからね。はい、ということで、とりあえず、今から準備して受けたいと思います。服はちょっとなんかあのシャツかなんかに着替えて受けます。はい、今夜の1時です。10時半に約、いや、ね、約10時半にグループ面接終わったんですけど、あのね、その後、あの、まあ、てかグループ面接はどういう感じだった、グループディスカッションかと思ってたら違かったです。面接官1人に、あの 5,6 人人がいてグループ面接するって感じで、あのただあの個人面接でやることをみんなの前でやるみたいな。だからその生徒確か 5,6 人いて、それが ただその面接官と各一人面接して、それをみんなが聞いてるみたいな感じでした。まあでもそれが終わりましたね。終わって今もうあの2時間半ぐらい経ってるんですけど、何してたかっていうと、あのそのなんかハウスメイトのそのウクライナから来たあのマリアナちゃんっていう、あのマリアナマリファナみたいなんですけど、マリアナちゃんっていうことなんですけど、テスト終わってさ、俺今日一日なんか何もさ言ってなかったから、なんか昨日ちょっと会ってさ、なんかよろしくみたいに言ったけど、なんか話しといた方がいいかなと思ってコンコンってノックして、で今暇みたいな感じで、なんか軽くさ普通にただ名前とか言ってなんか自己紹介しようかなと思ったらさ、もうあの2時間もマジでぶっ通しで話してて正直疲れました。めちゃくちゃ眠いし、今からシャワー浴びんのめんどくさいけど、はい、そんな感じです。なんかね、いろいろ話聞いたけど、なんかうん、なんかすごいっすね。なんか別に日本の人と比べるわけじゃないけど、海外の女の人ってすごいなんか自分の考えをめっちゃ強く持ってる人が多いなと思いますね。まあ、ここに来てる理由は前からの憧れもあったっぽいんですけど、なんか聞く感じで、ね、戦争から逃げてるみたいな、まあ、あの逃げてるわけじゃないけど、なんか家族は今みんなチェコにいて、なんかチェコでなんか3時間ぐらい、あ違う、なんか3ヶ月ぐらい過ごしてるらしくて、そのウクライナが危ないからで、まあ、でもなんかあんま深刻なような感じじゃないですね。チェコに3ヶ月いて、もうただいろいろヨーロッパ中ずっと旅行してたみたいな、でうちは今カナダ来たいなみたいな感じで、なんかよく分かんなかったけど、まあはい、そんなに2時間もねぶっ通しで喋れるんだってことに驚きました。初対面の人と、あ驚いたってその子にじゃなくてその自分にもね、まあはい。でそれでその子は俺と同じ年でしたね。あの2000年生まれで7月って言ってたから、もうちょっとで誕生日ですね。だから同じ年なんですけど、もうなんか博士号なですね。なんかウクライナではその大学とか学校システムが違うらしくて、多分20歳か19歳ぐらいで大学卒業するんですよ。超早すぎってな感じで、しかも大学の時からなんかずっとなんか働いてるらしくて、なんか基本みんな働いてるらしくて、普通に今もなんか普通にイギリスの会社で働いてるらしいです。今オンラインでね、なんか何の会社か知らないけど、なんかファイナンス系ので、それでなんか会議とかでパリ行ったことあるとか言ってて、だからなんかよくわかんないです。マジでよくわかんないし、一昨日来たばっかっつってたじゃないですか。で全然冷蔵庫とかに物ないのもマジで納得できました。なんかマジでめちゃくちゃ忙しそうです。なんかテストがなんか夜中にあったり、あとなんか普通にイギリスのオンラインの仕事もやってて、でこっちでなんか家探しとかもしててみたいな、なんかよくわかんないけど すごかったですね。はい、なんかもう半分なんか悩み相談みたいな、なんかちょっと愚痴みたいなのをずっと聞いてたみたいなところはあります。愚痴じゃないけど、なんかカナダが思ってた国と違かったみたいな、まあなんかそんな感じでした。まあ俺もちょっとそれは思ったけどね。まあトロントはねクソだからね、クソではないけどさ。はい、ということで、もうとりあえずね、もう普通に俺手首が痛すぎてテンションが上がんないっす。しか腹減ったけど、まあ、とりあえずさっさとシャワー浴びて寝ます。はい、風呂入ってちょっとゆっくりしてたらもう2時半ですね。やばい、でも眠すぎるわ、マジで眠い。
寝ます。でもさ、ベッドはこんなにでかくてさ居心地いいんだけど、布団がねえんだよ。寒いよ普通に。布団なしは、まあ普通に上着とかなんか適当にあるもの全部かぶって寝るけど、布団欲しい。ということで、とりあえず寝ます。おやすみなさい。あー今3時、もう3時半になります。今寝てました。今からまた寝ます。ちょっともう眠すぎて何もできないんで、動画起きてからあげます。寒すぎて風邪ひきそうだわ普通に。めっちゃ寒いけど布団がないからマジで寒いよ。ということで、おやすみなさーい。